おはようございます。ゆっくり歌劇団です。私たちは昨晩から、スウェーデンの北極圏域夜行列車に乗車しています。華やかな首都、ストックホルムを後にし、気温が氷点下を下回る、真冬の暗い線路を、列車は黙々と走行。食堂車で飲んだくれたり、個室で枕投げをする乗客を乗せて、北に800キロも移動してまいりました。現在は午前5時30分過ぎ、およそ12時間お世話になった、寝台個室とも、お別れの時間が近づいてきました。次の駅、ボーデンで、列車は2つに分割されます。片方は、35キロ南にある、ルーレオへ。もう一方は、北極圏の内側に位置する、ナルビクに向かいます。ルーレオ行きの車両にいる僕たちは、分割作業が開始される前に、荷物をまとめ、ナルビク行きの車両に移らなければならないんです。あ、やっぱり目的地は、ナルビクだったんですね。ということは、個室一等寝台に乗るためだけに、わざわざ違う行き先の列車に。そうだよ。だってゆっくりが、一等寝台じゃないとやだって言ったんだもん。銀ちゃんはアホだけど優しいからな。都合がいい時だけ銀ちゃんって言うな。そんなこんなで、ボーデン駅に到着。最初は寒い車外に出ず、列車内を移動するつもりだったが、早朝に、スーツケースを転がしながら通路を歩くと、大きな音を立ててしまい、他のお客さんに迷惑になる。車内は狭くて歩きづらいこともあり、気分転換と駅の観察を兼ねて、一度ホームに降りることにした。あたりは雪が地面を覆い尽くし、気温はマイナス20度。そんな凍てつく寒さをものともせず、列車は定刻に走り続けてくれた。到着と同時に、編成の中ほどと先頭では、分割作業が始まります。え、先頭も、そうだよ。ストックホルムからの機関車は、後ろに繋がれている、ルーレオ行きを引き続き担当します。ボーデンからルーレオへは、逆方向に出発するので、今まで、一番後ろだった車両に、機関車を繋ぎ替えるんです。じゃあ、ナルビク駅を牽引する車両は？ご心配なく、別にちゃんと用意されてます。隣の線路に、2両の客車が止まってるよね。これは、午前3時47分、ボーデンから130キロ南の、バスプトレスク、という町から走ってきた、快速列車。ナルビク駅の夜行は、この列車を引いてきた電気機関車と連結し、こちらの2両の客車と共に、北極圏を目指すんです。でもここに機関車いないよ。慌てない慌てない。ストックホルムからの列車より、一足早く、ボーデン駅に着いた快速の機関車は、あらかじめ連結を切り離し、別の場所で待機しています。ホームを挟んで、反対側の線路に止まる、夜行の客車を取りに行くためです。そして、ナルビク駅列車を繋いだら、再び元のホームに戻って、後ろに快速列車を連結。という、少しややこしい動きをするんです。夜行列車側のお客さんは、何度か前後に動くので、不思議に思うかもしれませんね。座席客車は、2両とも、普通席車両。古めかしい外観と裏腹に、客室はきれいに改装され、座席にコンセントまでありました。私たちは、ここから終点のナルビクまで、この普通席で移動します。ってことでいいの？合ってます。ボーデンからナルビクへの切符は、正規料金なら6700円。でも、変更、払い戻し不可の、格安チケットなら、4700円で手に入ります。走行している間に、隣の夜行列車の方は、切り離し作業が終わり、初めに出発する、ルーレオ行き列車のテールランプが点滅し始めました。あれ？食堂車の位置、おかしくね？本当だ。あの様子じゃ、ルーレオ駅にくっついてっちゃいますね。じゃあこっちは、終点まであと7時間、食事とかできる設備が、何もなしか？いや、そうでもなさそうです。快速列車の2両目に、簡易ながら売店らしきスペースがありました。この車両、後ろも見渡せる、最後尾みたいなので、こっちに乗りませんか？複雑な編成の組み替えで、20分の停車時間は、あっという間に経過。ナルビク行きの列車は、午前6時に、暗い中を、さらに北へ向かって進み始めた。駅を出てしまえば、周囲には、家や建物など、明かりを灯すものが、何もない。日の出までは、まだ2時間ほどあり、周囲は真っ暗だ。
後ろの車両から景色を見ると、点滅するテールランプに合わせて、流れる線路が浮かび上がる。ここ、なんか寒いと思ったら、後ろのドアが、完全に密閉されてません。隙間から、粉雪が入り込んでます。そういえばこの辺りって、僻地なのに、全部電化されてるんですね。普通なら、保守にお金と手間がかからない、ディーゼル車両が走るような場所なのに。力の強い、電気機関車じゃないと、重い列車が引けないからな。じゃあなんすか、ディーゼル君じゃ、パワー不足ってことすか。その通りだけど、この線路を、主に走るのは、大量の鉄鉱石を積んだ貨物列車。現在私たちが向かう先には、大規模な鉱山を有する町がある。そこで掘り出された鉱石を、ボスニア湾に面し、港のある、ルーレオに運ぶのが、今走っている路線の、主たる役割なのだ。この鉄鉱石は、貿易面でも、重要な存在で、世界中から巨大な船が、代わる代わる積み出しにやってくる。それに伴い、雪が降ろうが、気温がマイナス数十度であろうが、鉱石を積んだ、重い運搬列車は、港と鉱山の間を往復する。貨物列車は、満載時、重量が8000トン以上にもなり、途中に山越えの区間もあるので、ディーゼル機関車では牽引が難しい。そのため、線路は、全線にわたって電化され、分岐器など、列車が走るのに必要な設備も、こまめにメンテナンスされている。当然コストはかかるが、それに見合うだけの価値があるのだ。あ、鉱石の貨物列車のことは、後日別の動画でご紹介したいと思ってます。とても面白い列車でした。その鉄鉱石を産出しているのが、ボーデンを出発してから、3時間後に到着する、キルナだ。ここには、世界最大を誇る、地下鉱山があり、年間2700万トンもの鉄鉱石を産出している。北の辺境の国であるにもかかわらず、スウェーデンが工業で大きく発展できたのも、ここで採れる、良質な鉄鉱石があったからと言っても過言ではない。また、今まで辿ってきた、ルーレオと、キルナを結ぶ線路。そして、これから走る、キルナからナルビクへの線路はすべて、ここで掘り出された鉄鉱石を、港に運ぶために建設された。現在鉱山は、地下2000メートルまで掘り進められ、まだまだ埋蔵量があることが確認されている。だが同時に、町を支える地盤に、大きな亀裂があることも発見。このまま掘削を進めると、地域一帯を巻き込んで、崩落する恐れが出てきてしまった。だからといって、ここは、スウェーデンの経済と産業を支える、大切な鉱山、放棄するわけにもいかない。そこで、町の建物をすべて、安全な場所まで、そっくりそのまま移転する計画が始まっている。市庁舎など、すでに一部の建物は、新しい場所まで移設され、いずれはこの鉄道駅も移転する予定だ。ストックホルムから、一貫して同じ方向に走ってきたナルビク行きの列車は、ここで初めて方向転換をする。先頭にいた機関車が、隣の線路を使って、反対方向に移動し、今まで後ろだった車両に、連結をつなぎ替える。機関車が移動してる最中、連結係を兼任する車掌さんが、ハンマーで部品を叩いています。最後尾の車両は、走行中、巻き上げられた雪が、剥き出しの連結器や、ブレーキ用のホースに付着するので、それを落としているんです。北国ならではですね。北国特有の現象、といえば、車輪周りにつく雪も困りものです。今日みたいな天気なら問題ないのですが、降雪時に列車が走行すると、台車の小さな隙間にまで、雪が入り込みます。これが、ブレーキをかけた際に発生する熱で溶け、速度を上げると、冷たい空気の影響を受けて、再び凍結するんです。この動きを何度も繰り返すと、巨大な氷の塊に成長していき、最終的に、地面と接触したり、走行中の振動で落下。それが、車体の下で跳ね回って、床下機器を傷つける恐れがあるんです。当たりどころが悪いと、ブレーキ装置などを壊してしまうので、雪が多い日には、停車中に、台車にできる氷を、叩き落とす作業もするようです。そういやこの列車でも何度か、床に硬いものが当たってる音がしてたな。あれが氷だったのか、恐ろしい世界だ。なんて、氷談義をしている間に、機関車が近づいてきた。しかし、マイナス10度以下の環境だと、カメラのバッテリーがすごい勢いで減っていくな。連結完了までもつだろうか。機
艦車はこんな中、よく平気で走ってると思うよ。ゆっくりさん、上の河川もなかなかすごいことになってます。うお、すげえ、パンタが凍りついてて、低速でもスパーク起こしてる。連結してんだから下取れした。あ、そうだった。さてさて、キルナを発射した頃、列車はすでに北極圏の内側にいる。らしい。らしいって。だって、朝からずっと、トナカイとかサンタクロースがいそうな風景が続いてて、車窓が特に変わった様子はないだろ？いや、初めて見る景色だし、ものすごく綺麗なんだよ。北極圏との境は、線路際に、白い柱の目印があるようなんですが、白くすんなよ、見えねえだろ。あ、わかった。見えた？いや、そうじゃなくてな。前からずっと、どうしてスウェーデンの列車は、黒とかグレーなんだろうって思ってたんだよ。夜は目立たないし、重苦しい色だし。でも、雪と氷に覆われた地域に来て、ようやく理解できた。これは、白い世界の中で、列車の存在を気づかせるために、あえて黒くしてたんだな。色は反対でも、イギリスの黄色、イタリアの赤い全面塗装と同じ理由だったってことですね。違うかもしれないけどな。この辺りになると、夜が明けて、空が明るくなり、寝台車両に乗っていたお客さんも起床し始めます。快速列車の売店に、朝食を買いに来る光景を見かけるようになりました。座席車両は空いている上、左右両方の車窓が見渡せるので、そのまま寝台個室に戻らず、座席で朝食をとる人もいます。売店で売っているメニューは、ソフトドリンク、コーヒー紅茶、パン、お菓子、などなど。寒い地域なので、もちろんお酒も売ってます。地元の人と思わしきお客さんたちは、乗車するや否や、売店でお酒を買って、朝から宴会を始めていました。私も負けじと一人で対抗します。頑張れ愛さん、ドイツ人の意地を見せろ。そんな売店のカウンターを切り盛りしてたのは、車内販売員ではなく、列車の車掌さん。この列車では、同じ人が、車掌業務のほか、連結作業や、売店の販売も兼任するようです。ちなみに、この売店で販売しているコーヒーは、空になったコップをカウンターに持っていけば、追加料金なしで、おかわりをもらえる。乗車中、温かい飲み物を絶えずいただける、ありがたいシステムだ。客室に、強力な暖房があるとはいえ、壁際は冷え込みますし、窓が一部凍結するような地域ですからね。そうだ、養殖設備の話題が出たついでに、夜行列車の、大して役に立たない情報を紹介しよう。スウェーデンの夜行列車には、首都ストックホルムから、南端の都市、マルメを結ぶ便がある。両都市の間は、およそ500キロ程度と、比較的距離が短く、昼間なら高速列車が、4時間20分で走行する。夜行列車は速度が遅く、終電も近い、午後10時半に出発するが、それでも翌朝6時前に到着してしまう。そのため、食堂車や売店などの設備が一切ない。だが代わりに、一風変わった、面白いサービスを提供している。ストックホルム、マルメ間の夜行列車に乗った、一等寝台の乗客は、目的地に到着後、スウェーデン国鉄と提携しているホテルにて、朝食がいただけるのだ。それも、結構な高級ホテルが指定されてるんですよ。場違いな雰囲気に、ゆっくりが借りてきた猫状態でした。このサービスは、運賃に含まれているので、受付で切符を見せれば、追加料金は不要だ。広く、揺れない場所で、時間を気にせずゆったり食事ができる点は、もしかしたら食堂車よりもいいかもしれない。そろそろ北極圏に話を戻そうか。キルナを発射した直後は、平坦だった車窓が、次第に険しい山になってきました。列車は、山肌に張り付くように敷かれた線路を、右に左に曲がりながら進みます。ここは、スカンジナビア半島を東西に隔てる、スカンジナビア山脈です。近くには、ケブネカイセ、という、スウェーデンの最高峰もそびえています。線路は、山の北側を通っていますが、南には、夏でも残る氷河があるそうです。今は、氷河が見えなくてもいいかなぁ。そうだよ、あんなの、この間見たばっかりなんだから。
二人とも、寒いんだね。それもそのはずです。この辺りが、列車が走るルートの中で、一番の極寒の地。辺り一帯に吹く、冷たい風が、山脈に遮られて、裾野へと押し戻されるからです。終点のナルビクは、この山の向こう側、スウェーデンのお隣、ノルウェーに属する町です。列車はこのまま、山の中へ走っていき、トンネルの中で、国境を越えていきます。山を貫く、長いトンネルを抜けると、ノルウェーに到達。後方に、スイスを思わせる、素晴らしい雪山の景色が現れます。でもこれで満足してはいけません。ここから、この路線の最大の見どころが姿を見せるんです。太陽はだいぶ傾き、まるで夕暮れのようですが、時計はまだ、午後12時を回ったばかり。北極圏に入ってから、目に映る景色と、実際の時間に、大幅なギャップがあり、頭がついていけません。でも、最後の駅を発車したらすぐに、そんなことを忘れる景色が飛び込んできました。北の海が、長い時間をかけて作り出した絶景、フィヨルドです。車内のお客さんは、全員列車の右側に集まり、カメラやスマートフォンで、一斉に撮影を始めました。一瞬だけかと思ったら、結構長く走るんですね。終点近くまで、ずっと見られるらしいよ。不思議だなぁ。すごくいい景色なんですけど、私の頭の中はなぜか、裏声で叫ぶ、E4643 の声が響いてるんですよ。偶然だな、私もだ。雄大な山々、夕日とともに、美しい風景を描き出している海は、暖かい海流が流れ込んでいるおかげで、海水温が、冬でも0度を下回らない。しかも、長年にわたって、海が海底を削り取っているために、水深も深い。なので、北極圏なのにもかかわらず、真冬でも大きな船が出入りできるのである。第二次大戦中は、冬でも凍らない、ナルビクの港、良質な鉄を作るのに不可欠な、キルナの鉱山。そして、輸送手段であるこの鉄道をめぐり、激戦区の一つにもなった。現在でも、キルナから、鉄道によって鉄鉱石が運ばれ、重要な積み出し港として機能している。ただ、港としての規模は小さいので、夏になると、鉄鉱石の大部分は、300キロ南のルーレオに運ばれてしまう。逆に言えば、あっちの港は、冬になると使えないんですね。海が凍るんだよ。南なのに、こっちの地理や気象条件が特殊なんだ。現在列車は、フィヨルドに沿って、北西に進んでいます。ここが、ヨーロッパの鉄道で最北の地域。その中でも、最も北の起点となるのが、コンクリート製の、大きな吊り橋があるあたりです。あれだな。そうですね。あの橋は、ハロガランド橋、といって、2018年12月に開通したばかりの、新しい橋です。全長は、1.5km。北極圏の中では、最も長い吊り橋なんだそうです。フィヨルドによって隔てられている、ナルビクの町と、北の地域を結ぶために作られました。それまで、北へ向かうためには、海岸に沿って、フィヨルドを大きく迂回しなくてはいけなかったのですが、あの橋の完成で、20分もの時間短縮につながりました。と、言っている間に、列車は内陸に戻り、しばらくすると、ナルビク駅に到着です。ストックホルムからの走行距離は、1674キロ。雪と氷の大地を縦断する、19時間もの長旅は、最後までほぼ定刻でした。え？出発するとき、1400キロって言ってなかった？あれはここまでの直線距離、列車が実際に走る距離は、1600キロ以上なんだよ。こんな最果ての地まで、淡々と時間通りに走るとは、すごいぞ、スウェーデン国鉄。で、愛さん。今何時だ？午後1時です。こんな空ですけど、夕方の4時とかじゃないんです。まだ時間が早すぎて、ホテルのチェックインもできません。線路はここから海に向かって、さらに3キロほど伸びていますが、旅客列車はこの場所が終着地。お客さんが列車を後にする傍ら、車内では折り返し便の準備が、忙しく始められています。
この列車は2時間後、新たなお客さんを迎えて、再びストックホルムに戻っていくのです。客車から切り離した機関車を反対方向に付け替えて。あれ？そのまま推進運転で奥の方に引っ込んじゃったぞ。あ、なるほど。車庫があったんだ。ここで水を補給したり、本格的な車内清掃をするんですね。午後3時、2時間にも満たない短い休息をした客車たちは折り返し、ストックホルム行きの夜行としてなるびく駅のホームに姿を現した。朝とは逆に6時間後にたどり着く某電駅で、普通席客車2両を分割、ルーレオからの夜行列車や食堂車を連結して、氷に閉ざされた世界から水の都へと戻っていく。終点のストックホルムに到着するのは明日の午前9時30分頃だ。停車している間に太陽が沈み、深い青の幻想的な空の下、暖かな黄色い光とテールランプを灯した列車は警笛を鳴らし、山の中に消えていった。